ニコニコのりは2月4日、3月1日から全国発売する春夏新製品の発表会を外苑前アイランドスタジオで開催しました。今回発表したのは卵かけご飯専用磯香り海苔卵かけカレンダー、黒海苔 100% で作られた海苔佃煮無添加 110g、 スライス加工したイカと北海道産昆布を使用した生タイプイカ昆布ふりかけ、沖縄産もずくと夏の定番食材のオクラが入ったオクラ入りもずくスープの4品。ニコニコ海苔は海苔、青海苔、もずくに続く第4の柱として赤目の販売強化に乗り出していますが、赤目の研究をしている中部大学林京子客員教授は、赤目はインフルエンザ予防や花粉症の改善、ダイエット効果が高く話題のスーパーフードと言われていますと説明しました。ニコニコのり白羽清正社長にお聞きしました。日本全国どこでもどこの海でも基本的には取れるものなんですけれども、粘りが強い海藻赤目が取れているところのものを、その仕入れさせていただいて商品化しているんですけれども、この海藻特に赤目というのは大変その免疫機能を強化するフコイランが多く含まれています。このあたりの機能性というのを、その皆様にご紹介しながら健康にいいものをですね召し上がっていただけるような、そういった発信をしていきたいなというふうに思っています。